奉仕が言っていた橋。鳴き声がする。どこだ。お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか。知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか。忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ。隠れろ。撃ってこい。発射薬局。ザ・アリフ、トルケ。古賀の姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか蒙古と。はい。ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。
重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。お侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて民が詣に来るときに鳥居がなくては困るでしょう。今こそ加護がいるときだ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご符もそこで得られることでしょう。
あの日を忘れることは決してない。俺が子供でなければ、弱く臆病でなければ、父上を守れた。かけろ、ノブ。よし。古賀はここの葉を集めたのか。これ以上は何も知らないんだ。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。おじさん、何これ。Yeah!
犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から紫電一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。させるわけにはいかぬ。動くな。猛虎は筒の北にある四つ辻で通る者を捕まえてます。カイドウを掌握して捕まえた者を奴隷にしているのだな。どうにかして止めなくては。そうだな。今はその辻を避けておけ。連れてきた猛虎だ。
あれが試合場に違いない。遅かった。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのジジイから死に際に紫殿一線を授かったぞ。その身で受けよ。それは違う。この場で見極めておる。技のみでは俺には勝てぬ。ここで死すべき方ではなかった。対馬を守るためにのみ紫殿一線を使うとお主に誓おう。
中。どう